真っ白なキャンバスがみるみるうちに色とりどりにペイントされていきます。グラフィティアートはロンドンの橋の下などによく見られる落書き芸術なんです。あそこ暑いやろな、思うわ、入っててな。本場イギリスからやってきた6人はテレビの広告などでも活躍するアーティストたち。日本での活動は初めてだそうです。We get a lot of inspiration from animations and film and there's a lot of Japanese influence. We're not vandals, that's the thing, we're not vandalizing. We're trying to express ourselves.朝から休むことなく4時間半、6人それぞれの個性が一つの作品に仕上がっていきます。なんか目に鮮やかでいいかなって感じ。いや、こういう工程はあんまし見たことがなかったんで面白いなと思って。ああ、そういう意味ですか。それだったら僕でもできたね。1日60万人が通るという阪急梅田駅のコンコース。前衛的なアートはショーウィンドウ以上の宣伝効果をもたらしてくれるのでしょうか。まあ、今日は6人合作のグラフィティアートだったんですが、はい、明日からは一人一人が別々のショーウィンドウでこうペイントしていくということになるそうです。はい、で阪急百貨店はそれぞれの作品を T シャツにして限定販売することにしています。はい。